おまけの夜です。面白かったら高評価チャンネル登録締め結びの言葉じゃないですか。なんでそんな間違いしてたんだ、ね、初めてじゃん。まだ面白いかどうか分かんない、ね、まだ高評価はつけれないよ、ね、おまけの夜ですで、ね、登録してくれる人がいたらね楽でいいんですけどね。すみません、そんな甘くないですからね、このチャンネルは深夜のファミレストークのひらめきがテーマのカジュアルトークのチャンネルでございます。一歩でも映画好きや好きというチャンネルでございます。知識のあるなし上下をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます、はい、ということで僕が今日はまだ見てない、マッドマックス3なんだっけ名前、サンダードーム、サンダードームレビュー、わーい、はい、まあ、マッドマックスフィリオサ、はい、公開記念ということで、まあ、僕たちも試写であらかじめ見させていただいたので、うん、まあ、そちらのレビューについてこの後ね話するとして、はい、まあ、過去作について語っていこうということで、まあ、僕が企画し、うん、サイト君を呼んだんでございますけれども、はい、ちょっと3だけどうしようもちょっと見れなくてですねちょっと3についてサイト君にね、はい、ちょっと語っていただこうという回でございます、はい、はい、で3はまあ前回昨日のねあの配信でも話しましたけれども、はい、酷評されていたとさようでございますということで、はい、そんな3なんでございますけど、斉藤くんはどんな作品でしょうか。斉藤くん斉藤くんにちょっとちょっともうなんか声も風でさ声も出なくてさもう全然回んなくなっちゃってるね、回んなくな、喋るのも大変な、どんな映画ですかということですね。どんな映画ですか3、まあ説明しちゃうと、はい、変わんないです基本的にはね、うん、あの骨格は、あ、そうなんだ、過去作から、うん、あの見ていただいてる方はね、うん、あのこのレビュー見てる方は分かると思うんですけど、うん、基本的にそのやろうとしてることはほぼ変わらなくて、うん、冒頭でそのマックスがラクダを引いてこうなんか旅してたら、うん、上からなんかヘリ的なのが来て、うん、バーンってこう吹っ飛ばされちゃうマックスが、うん、で盗まれちゃってラクダと荷物が、うん、でどうやらなんかねバタータウンっていうあのところに持ってかれちゃって、うん、マックスが自分のラクダと荷物を取り返しに行こうとするんですけど、うん、そこがサンダードームと言われるドームがある、まあ、一つの町になってて、うん、そこも基本的に物々交換、うん、でこう列にマックスが並んでて、うん、ラクダを持った男が入ってこなかったかみたいな、うん、情報を聞き出そうとするんですけど、うん、いやここは物々交換だから何かを交換しないとその情報は出せないって言われて、まあでも物々交換とかはもうここでやってんのね、うん、そう、うん、もうここでやってて、うん、でマックスがそれでじゃあ俺を雇えと、うん、24時間何でも言うこと聞いてるからこの体売ってやる、うん、何でもするみたいな、もうなんかあれじゃん経済学みたいな話、ね、そう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 、俺の時間をやるよと、そうそうそう時間をやるからそう、うん、ってなって、うん、じゃあ女王様連れてのとこ連れて行きましょうとか言って、うん、連れてかれるんだけど、まあ、お手並み拝見マックスどれぐらいパワーがあるのかみたいなみんなに試されて、うん、7人の侍のね、うん、これじゃないけど、うん、試されてマックスがすごいポテンシャルを持ってるっていうことが明らかになり、はい、そこにいる女王が、うん、まあ、とある男を殺してくれっていうことから話が始まって、まあ、そのバタータウン、うん、そして、まあ、そこからまたいろいろあってそのサンダードーム内とかでもなんか戦わされたりとかするんだけど、うん、なんか陰謀があることに気づいて、うん、そのタウンからこう逃げ出すとなんか別の国があって、でその途中にまた死にかけて、うん、でその別の国で生き返り、うん、そのバタータウンのやつらと対峙していくっていう、あ、2つ出てくるんだ、そうなんですよ、うん、でまず酷評されちゃってる理由として、はい、そうですね、そこは知りたい、カーアクションみたいなのが全然ないんですよカーチェイス、あ、確かにマッドマックスといえばだもんね、うん、アクション一番メインどころのアクションというか中盤の見せ場が、うん、そのサンダードームっていう闘技場みたいなのがあって、うん、ドームになって鉄格子のドームなんだけど、うん、そこでこうマックスが敵と戦わ喧嘩させられるみたいなのがあるんだけど、うん、なんかゴムバンドみたいなのつけてて、うん、なんかビヨーンってやりながらこう戦う、へー、それが、まあ、ちょっと最初の見せ場というか、うん、でもそういうのが見たいんじゃないじゃん、うんうん、まあ、確かにゴムバンドでビヨーンって面白いんだけど、うん、マッドマックスってそういうことかな、だからその難しいね、だからさっずっとワンツーで言っていた、うん、カーアクションとかねアクション映画っていう枠じゃない感がすごいあるから、うん、そうだよね、そのアバンギャルドで前衛的な表現がバイオレンスとカーアクションだった、うん、っていうところすら外しに来たんだ、そう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 、でも見たことないアクションにそう求めてきた、だからビジュアルショックの攻め方は確かにあるのよ、うん、そのサンダードームのビヨーンとかもすごいし、うん、そのなんていうかなすご
ごい、まあ、要は敵としてね出てくるのがすごいめっちゃマッチョなやつがいるんだけど、うん、そいつは鉄仮面つけてて、うん、その上に肩車、うん、されたちっちゃいおじいちゃんが出てくるんだけど、うん、そいつがその筋肉に指令を出してこう動いて戦うみたいな面白そう面白いめっちゃ面白いのよ、うん、なんか、うん、そのワクワク感はあるんだけど、ただそのだからキャラ造形とかビジュアルみたいなとか、ああマッドマックスだなってなるんだけど、全然そのメカニックなガジェットも出てこないし、つまりその映画にスピード感があんまないんですよね。なるほどね。でしかも僕的に結構嫌なのが、嫌なっていうかそのうんって思っちゃうのが、バタータウンから出てて違うこうさっきのね、街に行くって言ったじゃん、そこが子供たちがいる国なのよ、なんか子供たちが子供たちの面倒を見てる、子供たち、サンダードームじゃない方じゃない方、サンダードームから抜け出した先にあるところが子供たちの国みたいなのがあって、でそこと一緒にまあマックスがで、あのそこの子供たちはなんか予言を信じてて、なんとか来ちゃうっていうのがいずれ私たちを迎えに来るみたいな、でその何のこと言ってんのかなって思うじゃん、でマックスをそのなんとか貴重だ予言の通りだみたいな感じでもてはやすんだけど、何のこと言ってんだろうと思ったら、その子供たちの国の裏の砂場っていうか、その砂漠のとこにでっかいジェット機が止まってて、墜落してるやつね、でこれで僕たちを連れてってくれるんでしょみたいなことを信じてる子供たちが、切ない そことかすごくいいのよ、なんかみんなだから子供たちがマックス来てとか言って、貴重来てとか言ってジェット機のとこ連れてって、ジェット機のとこに子供たちがみんな上に乗って、ほら今日は風が吹いてるし、今日は飛べるよ、機長連れてって、切なすぎないそんななのそんななのよ、とか、まあそこは僕すごいシルエットとかもすごい好きなのね、なんか見るの楽しみになってきた、猿の惑星のオチじゃないけどさ、なんかドーンとこう砂漠のところにこう文明の力がターンってなってるビジュアルもいいし、子供の切なさもいいんだけど、その子供と一緒にその要は バタータウンの人たちとわーっとまあ戦うことになるじゃん、なんかちょっとインディ・ジョーンズの魔球の伝説みたいな、要はあれ後半子供がさわーってなって、なんか子供の軍がわーってなるじゃん、インディだからまだいいけど、マッドマックスでそのグーニーズ的な子供ワイワイアクションみたいなのがこう入ってくるのよ、いやそれマッドマックスかな、なるほどなみたいな、ちょっとだから ぬるいっていうか、なんかハッピー感、そう、なんか家族向けみたいなで音楽もちょっとなんかだからスピルバーグ制作組織入ったのかなと思うぐらい、なんかそれがいやちょっとそれこそ前衛的でもないし、なんだろうこれ何見せられてんだろうっていうので、なんかキレがすごく悪いんだけど、ただバイロン・ケネディさんっていう、そのジョージ・ミラーがその一作目のマッドマックス撮った時から超仲いいプロデューサーがいるのね、でこれが若い頃に知り合った同じ映画好きの友達なんですけど、この二人と会社作って1も当てたし、2も作って、で3は海外出資で頑張ろうみたいになった時に、そのバイロン・ケネディさんがその、ロケ班で事故で亡くなられちゃったんですって、それで、もうジョージ・ミラーがもうやりたくないって、このサンダードーム作れないみたいになっちゃって、いやでもなんとかやりましょうみたいになって、なんかね別の監督を呼んで共同監督やったらしいんですよね。はでアクションの部分がジョージ・ミラー、でその別の人間描写はその別の監督にっていう、なんか分業をしたせいか、結果的にちょっとなんかうまくいってない感じ。単独作じゃないんだ。ないんですよね。だから共同監督になってて、でアクションはジョージ・ミラーとか言ってるけどカーアクションがないから。じゃあゴムのとこみたいな、それは別にねジョージ・ミラーが入るべきとこじゃなくないみたいな、元から一人でよかったんじゃないとかも思っちゃう感じだったりとかするんで、でそういうところが、実際にその、背景としては制作の過程でのトラブルとして あったらしかったりとかはするけど、でもねあれです、そのさっき前回のでも言いましたけど、その何、飛行機で連れてってよって言ってる子たちが、トゥモローランドつったかな、トゥモローランドに行こうみたいなことを言ってるんだけど、要はそれって緑の大地、フィリオサでもあったし、デスロードでもあったし、っていうのとマジで一緒だし、その最初のバタータウン、そのサンダードームがあるところの王様がいるところもなんか塔の上みたいなところにいて、ちょっと、これですよね、イモタン城身があるんだ、身がちょっとある、だからなんか王様で偉い感じだけど、なんか搾取してないこの人、みたいなちょっと
まあ、まさにディストピア的な部分とかもあったりとかするし、なんかその2からコミュニティを描きたい感はあるじゃん、はいはいはい、でも2も規模感で言うと、そう、まあ、ちょっと野営っぽいっていうか感じがある中で、なんか3はもっとちゃんと街っていうかコミュニティだよね、そうそうそう、コミューン化してるってことだよね。まさにだから女王が上からここは私たちが、うん、私が作った街よみたいな風で、うんうん、まあ、うん、ちょっとね規模ちっちゃく見えちゃうんだけど今見ると、うん、なんか箱庭感が強いんだけど、うん、でもそういうこう要は物々交換があって、そこでちゃんと経済圏が生まれてて、そうそうそう、経済を回すタウンを、うん、構成してるみたいな。あとなんか棒高跳びのこういうのもちょっと確か出てきたんじゃないかな。だから結構多分そのジョージミラがやりたいことみたいなのが結構入ってるから、うん、今見るとあこれをやりたかったんだみたいなのが、うん、フィリオサダのフューリーロードで分かるようになってるから。だって怒りのデスロードなんてやっぱりあの水ごぶしゃーって言ってさ、妹誕生が出てくるあの街あっての、うん、やっぱ怒りのデスロードじゃない、あれがあってからのカーチェイスに行くっていうのがなんか面白いから、なんかその発想はでも3ぐらいから生まれたんだね。そうそうそう、だからあれもほらフューリーロードも、弾薬畑に行って何と交換して、うん、いやこっちは野菜と水持ってって、うん、向こうから弾薬もらおうとか、うん、物々交換でなんか、うん、そうだよね、ちっちゃい拠点を回るじゃん、うん、それのギュッとしたのがそのサンダードームで出てくる街だったりするから、うん、経済の回し方だとか、うん、そのこの文明がどう成り立ってるのかみたいなのはここからなんだなって、はいはいはい、今見ると見やすい、うん、ただ単純に 1,2,3 ってこう見てくと、うん、やっぱ物足りないし、うん、なんか違うなみたいな感じがあるから、うん、やっぱそのみんながあんま好きじゃないっていうのは、うん、まあ分からんでもないなっていう、ね、まあ、さっき言った子供の部分とかもあるからね。なるほどね、そこはっていうのありますね。難しいね。難しいです、はい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 、でもなんかすごいめっちゃ見たくなりました、あの今見ると多分いろいろ思うこと絶対あると思うので、はい、いいと思います。得られるものも多い、多いと思います、はいね、はい、ということで斉藤くんによる3の紹介レビューでございます。はい、はい、ということで明日はフューリーロード、いよいよ怒りのデスロードでございますね、はいはい、まあ、こちらがやっぱ大ヒットしたということで、はい、まあ、我々世代もね直撃し、うん、このフィリオサがみんな期待して待っていると、はい、そういう状況でございます、うん、はい、フィリオサまであと2日。間に合ってるかな編集大丈夫。あと2日です言ってるけどはっきり2日って使います、ここ、はい、使えるか大丈夫かな間に合え、はい、うん、ということで明日、はい、怒りのデスロード見て、はい、フィリオサに行きましょう、はい、面白かったら高評価チャンネル登録お願いいたします。さようなら、さようなら。